3月31日の転売ヤーのまとめです。まずは、ボンボヤージュ。3月31日、発売のミスバニーとマリーちゃんのファンキャップですが、お昼12時には、ボンボでマリーちゃんが売り切れになりました。ボンボヤージュで販売した理由を考えてみましょう。その1、桜も満開。関東の日中の気温も22度を超えてます。暑い中のファンキャップ。ファンキャップを被るには少し温度が上がりましたかね。転売ヤーが大勢来るボンボヤージになぜファンキャップを売ったのか疑問ですよね。ここからはあくまで推測ですが、ボンボヤージで販売しないと完売できないのでしょう。在庫さばけないのかという販売側の意図が伺われますね。ということは、販売個数もかなりあるということ。その2、明らかにミスバニーとマリーちゃんのファンキャップの販売時期、遅れてしまっていると推測します。1ヶ月、販売が早ければ、パーク内だけの販売だったのではないでしょうか。この遅延の理由は物流なのでしょうか。世界的に物流が止まったり、流れが悪くなったあたりから、ぬいぐるみの遅延が増えましたよね。ファンキャップも出遅れたのではないでしょうか。では、見たくないけど、ゴーフリマはどうなっているのでしょうか。2個セットで9000円以上。ニックとジュリーのズートピアみたいにカップルに販売したいのでしょうか。誰が買うのでしょうか。気温は4月に入ると、雨が降ってももわーっと暑いです。転売ヤーは季節感も失ってしまったのでしょうか。誰も買わないことを祈ります。では、パークの情報をまとめました。まずはディズニーシー。これがひどい。マンマビスコッティが一時的に買えない状況になったのです。なぜって、そうです。3月31日はスーベニア販売日です。このスーベニアバッグとスナックケースのコンパスを買うためにマンマビスコッティとニューヨークデリーカリプソは一時ラインカットと再開を繰り返しました。では初日販売午前中の某サイトを見に行きましょう。売ってますね。セットメニューで買うスーベニアとはいえ1200円のランチケースを4000円以上ですよ。ランチケース、プレート、カップ、ボトル、ランチョンマット、スナックケース。1万5000円で、この値段は高いですよね。あと、スーベニア、この値段って、笑ってしまいますね。1万5000円超えてまで、転売ヤーから買いたいですか？飛行機、電車より高い可能性も出てきてませんか？自分で買いに行く方が、めちゃめちゃ楽しいし、安いんじゃないでしょうか。そして、今朝からチェックしていましたが、転売ヤーの数減っていますね。あと、売れてない、激減でないにしても、かなり減っています。あの発表、効果あったんじゃないかな。皆さんも感じてると思いますが、今回のスーベニアも数が少ないと思えません。20周年、9月まであるし、もし在庫がなくなったら再販するし、焦らず、買いに行きたいですね。焦らなくていい理由は、皆さんもお気づきだと思いますが、ハンガーステージで行われるショーが始まります。もちろん、エントリー抽選です。それを何度かチャレンジして、当選確率を上げる、回数多く、当選する計画の人は、何度も4月以降、Cに訪れるはず。なので、慌てて、スーベニアを、買う必要がないのです。今回、朝からフリマに出した転売ヤーは、大失敗しましたね。天候が20度超えたことに気がついてない。ファンキャップは、すぐに売れないことにも気づいてないのでしょう。そして、20周年のスーベニアの転売ヤーも、これから、ファンがハンガーステージに、何度も足を運ぶので、Cのスーベニアを慌てないで、ゆっくり、購入することにも全然気づいてないのでしょう。ある転売ヤーの紹介文には、
手のひらに水平に置くと方角がわかるコンパスってすごくないと。確かにこのスーベニアは可愛いです。しかし転売ヤーが書いていたコンパスがすごいでしょって書いてありましたが、皆さんがお持ちの iPhone にはコンパス機能があります。現在2022年です。このスーベニアもなくなったら再販されるでしょうし、慌てて買いに行ったり、転売ヤーの言葉に気をつけましょう。転売ヤーの数が減ったことや、初日販売が意外と盛り上がらない。これはなぜか、この分析も引き続き動画でアップしていきます。ここからは白雪姫と王子様です。王子様、18歳ってクレカ作れる年齢でした。